116フィルムを使用するブローニーシリーズの写真機ナンバー 2A ホールディングオートグラフィックブローニー616フィルムと共に発表されたホールディングカメラコダック6-1616フィルムはスチル写真用のフィルムの企画である1899年にコダックが導入した本校では1932年に同社が導入した同一フィルムで 撮影枚数、スプール等の異なる規格である616フィルムについても扱う。これら規格の名称はいずれもコダック式のロールフィルム番号である。116フィルム、616フィルムの画面サイズはいずれも 6.5×11cm 版である。70mm 幅のフィルムを使用しており、画面サイズを 2.25x3.25 インチと、 する120フィルム及び220フィルムの2.4インチ、約6 1ト、mm、ルよりも広い。スプールのサイズも異なり、フランジ部分の直径は120フィルム0.990インチに対して、116フィルムではやや大きく1.25インチ、616フィルムはやや狭い0.952インチである。スプールの全長は120フィルム2 4 6 6インチに対して、 116と616フィルムは2.814インチである。スプールの軸部分の直径は116フィルムにおいては120フィルムの0.468インチと同じであるが、616フィルムでは0.280インチと細い軸を採用している。フィルムの長さはいずれも1 0 0トルあるいは39インチとされる。フィルムの生産が終了以降、 116フィルムあるいは616フィルム用の写真機を使用する場合には、スプールの上下にスペーサーを挿入し、フィルムレール幅を板などで狭めて120フィルムで使用する等の手法が試みられている。コダックが1896年に製造販売を開始したポケットコダックシリーズは、日中装填可能なホルダーに収まった120フィルムで始まったが、 3年後の1899年、ナンバーワン A フォールディングポケットコダックに使用するためのフィルムとして、ロールフィルム116フィルムを開発した。1932年には新規格620フィルムを使用するフォールディングカメラ、コダック6-20とともに、新規格616フィルムおよび同フィルムを使用する写真機としてホールディングカメラ、 コダック6-16を発表した。1955年9月のポピュラーサイエンス誌の広告記事、正しい仕事に正しいフィルムを選ぶ方法では、コダックベリクロームフィルム、コダカラーフィルムの項目に120フィルム、127フィルム、828フィルムと並ぶ、ポピュラーなロールフィルムとして、116フィルムと616フィルムも列挙されている。 コダックは1984年4月に116フィルム、同年5月に616フィルムのそれぞれの生産を終了し、116フィルムは85年間、616フィルムは52年間の歴史を終了した。いずれも生産終了品である。コダック採水コンウェルタカメラベルクルミエール616フィルムを使用するブローニーシリーズの写真機。 ブローニーターゲット6-16の一部、コダックナーゲルアンスコ、ありがとうございます。